画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回はね、前置きでちょっとお話をしたいかなと思います。一体何なのかと言いますと、なんとね、新システムが今度導入されると、ニュースがあったんですけどね、デッドバイデイライトの、エキサイティングな、アップデートがあると。でその内容が判明しました。まあ、何なのかっていうのがね、新システムのエンドゲームコラプスっていうのが実装されると。このエンドゲームコラプスって一体何なんだと。これゲート開放とかね、ハッチ開閉とか、キラーができるようになるっていうね、こととね、でこのゲートを開放したり、ハッチを閉鎖したりでタイマーが開始されると。画面上にポンと、画面の上にパンと出て、それがタイマーがどんどん減っていくと。それに合わせて、生存者の地面とかもブワー光ったりとか、もういよいよエンティティ様が本気を出し始める。そしてその3分後にね、全員が強制死亡するっていう。まあやばい、ロッカーに入っていれば何しようが絶対死ぬっていう、そういったエンドゲームコラプスという。だから鬼がね、ゲートを開放できるし、ハッチを閉鎖したりできるわけ。で生存者が瀕死の場合ね、とかフックに吊るされてる場合は、そのタイマー、3分のタイマーがゆっくりなるみたいな。でまあ通常通り残り1人で常にハッチを開放するみたいな感じらしいんですけども、いや、とんでもないアップデートだったなと。次のまあベータのパブリックベータテストの時は、 PTB の時は、多分これが実装されると思うんですけども、めちゃめちゃ楽しみですね。後半の生存者の残業とかそういうのも減っていくんで、まあ、かなり緊張感持って、その最後のね、ゲームダラダラしない感じでやれるんじゃないかなっていう、ことで期待が集まっております。やっぱりね、この10分そこらのゲームではあるんだけども、それでもね、後半間延びしてしまうっていう、ところをやっぱ運営は懸念してて、でそこに緊張感をさらに持たせよう、飽くなき挑戦だよね、運営のね。そういうやっぱこう挑戦心というかね、こうハングリー精神というか、いいね、常に新しいものを求めていくあたりね。なので私は非常に楽しみなんで、そのベータ、をプレイして、気になるところはフィードバックして、よりゲームが良くなればいいなと思っております。いやー、楽しみです。そんなこんなでね、その話は、また今度にしまして、次、このまま、キラープレイと、移りたいと思います。よかったら見てやってください。どうぞ。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう。女子高生の私、おっさん女子高生、もうね、めちゃめちゃだよね。そんなこんなで、リンちゃんやっていきましょう。うちにね、まだ制服残ってるんですよ、コスプレ用のね。まあ本当、家宅捜査されるとね、非常にね、やばい人物ですよ、私は。ちょっとね、指名手配されてもおかしくないよ。制服やらチャイナ服やらないやら、ありますからね。はい、やっていきましょう。幼稚園か。懐かしいな。いやー、昔も話したと思うんですけど、私の幼稚園、暴力幼稚園だったんだよね。早速見つけちまったな。ここにいる保育士さんかな。あれ、ちょっと入れ替わった。入れ替わったぞ。ミンを追いかけてたはずが信子になった。信子先生、引っかかったね、かわいいやつね。しかも今回第3の封印があるので、切ったやつ、もうそれぞれ、いろんなものが見えなくなっちゃいます。
味方のオーラからなんから、この釣ったやつでさえも見えなくなってしまうっていうね、恐ろしい技なんだな。いや、暴力幼稚園でね、保育園か。先生は眠たいじゃない、寝てて、昼寝ね、してる時に、先生トイレみたいにね、立ってね、起きて言いに行くと殴られるみたいな。うん、もう寝てる時から、その保育士さんでね、女性の人なんだけども、子供の悪口を言ってるのがめちゃめちゃ聞こえてくるみたいな。そんな保育園、グーで殴られますからね、しかもトイレ行くたびにね。私肉が大嫌いでね、もう苦手でね、その時は。おお、いたいた、肉が食え、なーにーと見せかけて戻ってきたか。裏の裏をよね、食えませんっつってももちろんグーで殴られるみたいな、まあそういった、保育園でした。やばかったよな。小学高学年ぐらいになってから、その保育園近かったからさ、たまに行くんだけど、その時に暴力狂ってた先生ね、やっぱねぎこちないもんね、接し方が。物事なおらよ、かわいいのぶちゃんじゃねえ、かわいい、すぐ持ってってやろう。まあ、それ以上の暴力を振るってんのがこのりんちゃんなんだけども、山岡キラーね、この野郎、おい。そして暴力バイオレンス血みどろアクションの映画をご紹介したい。血みどろ復讐アクション、マンディ地獄のロードウォーリア、ニコラス・ケイジ主演の超カルトスプラッターリベンジアクション映画。誰も入ってない、いねえの。これね、ある方からねご紹介していただいて、見させてもらったんだけど、めちゃくちゃね来てます。ちょっとおすすめすんのはどうかなって思う。今霊障が発動してるから、できるだけワンパンの状態のままやりたい。来たな、 OK。 やばくて、あ、サスケ言ってる。そう、音楽映像のセンスがめちゃめちゃカルトホラー。うん、裏回ったな、間に合う、よし、ワンパン OK。なんかサイケデリックなホラーな感じですね、演出が。なのでめちゃめちゃ好み分かれます、間違いなく。分かってんぞ、あ、戻った。信子よ、その程度のフェイク引っかかるわけあるまい。まあ妻とね、幸せに暮らしていた、しがないおっさんのニコラスケージ、まあ私ニコラスケージすごい好きなんだけど、そういう役がめちゃめちゃ合うんだけど、ヒゲ面のね、なんとそこに超カルト教団の、やつらが来てね、急に理不尽にその奥さんを拉致り殺すっていう。で主人公ニコラスケージも殺されかれるんですけども、おいおいおい、強引に来てるね、行くのかそんなの、しゃあねえな、おい、相手してやろう。カラーの出歯はないね、よっと。まあいい、ほっといたろうか。あのね、ちょっとまた来てんな、やつにも一撃やるじゃないか。ちょっと倒させて戻りましょうか。で、復讐に燃えた男のニコラス・ケイジの話なんですよ。ニコラス・ケイジもね、拷問され殺されかけたんだけども生きてるみたいな。で、これ何がなんかこうあれなのかというと、
そのカルト教団が雇ってる何か生贄を捧げて呼び出すなんか使いの悪魔みたいなやつがいるんですよ。それがもうね、おお、こんなとこいたの、ヘルレーザーみたいなね、の出てくる使徒みたいな感じで、ゴッドハンドみたいな、うん、ドリセイクいる。もうね、奇怪な見た目に、あのバイクブランブラン走らせてくるようなとんでもない奴らがいるんですよ。もう頭おかしくなったような、あ、まるでなんか漫画ブラムとかに出てきそうな、二瓶勤先生の。もうそんなこと言っても分かる人の方が少ないと思うんだけども、そういったなんかハードコア SF の要素もありながら、ハードコアパンクっぽいのもありながらね。よし、映像はぶっ飛んでるから、まあ、狙ってる感あるよね。だからとっつきやすいちょっと待ってとっつきやすい、そういえばあれ、これストライク3秒から5秒になったんだね。そういえばね、先に回ってきます。ちょ、ああ、おいしょ、実績解除した、死んじまったな。これ狙った感があって、まあ私昔カルトホラーみたいなのって大好きで、 B 級ホラーとか、まあ大体とっつきにくいんですよ。基本的に最近のホラーってとっつきやすいんですよ。なんていうか、視聴者さん、いや、その見る人に合わせてとこうきちんと売れるようなホラーっていうかね、エンターテイメントを兼ねたホラーって多いんですね。まあ、インシディアスとかさ、資料館とかもそうですし、まあ、大体結構そういう風に見やすくする、まあ、当たり前なんだけど、でもね、見にくいんですよ。なんか語り口とか演出がちょっと飛んでて、でもね、多分それは監督が狙ってんだなっていうのが分かる。よいしょ、そういったね、カルト感を出したいんだろうねって。でそれがね、雰囲気が分かる人はめっちゃ楽しめます、地獄のロードウォリアー。特にね、変な薬物を舐めると、変な薬物に侵されてその使徒みたいなのが作られるんだけど、いや、それはちょっと、それはちょっとそれちょっと無理。あれなんですよね。何の話したっけ。なので、それ分かった感じで見れる人は、カルト的なものが好きだぞっていう人は、多分肌に合いますね。分かって作られてる、あれは。あえて。こっちに出てくるか。来た来た来た。今回読みビンゴだな、私。なあ、ノブちゃん。いい走り、ペタ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 、かわいい走り方しやがっておる。私もね、スカートヒラヒラさせながら今向かってるぞ。戻ってきてたか。ちょっと待って、あれ、絶対非常口上に乗ったまんまでしょ、さっきの。まあ、それしか手がないからね。まあ、今後なんかエキサイティングなアップデートがあるって言ってたけど、多分ハッチ開放、閉めたり上げたりするっていう、追加されるんじゃないかな。まあ、この時点で、今撮ってる時点でまだね、その情報解禁されてないか分かんないんだけど、多分ね、やっぱりいたね。さあ、これ地下に連れてってやろう。そこ暴れてたらワンチャンあったかもしんないけど、これここ意外と遠いんだもんね。まあ、そんなこんなでね、リベンジものぶっ飛んだカルト的なおかしな教団が出てくるような、B 級ホラー感もあふれるものを見たいという方は、今一瞬坊主になったな。見てみてはいかがでしょうか。ニコラス・ケイジの雰囲気というかさ、あれが分かってる人ならなおさらいいと思いますよ。ニコラス・ケイジってもう、ああいう感じの B 級のに似合うんだよね。そんなわけで、よかったら評価の方していただけると、
幸いです。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。